おはようございます。あずまえの朝活、今朝も約5分間あずまえのフリートークにお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。雨が上がってやれやれって感じです。もう昨日はね、傘さしてるんですけど、ずくずくです。傘さして長靴履いて、何ですか、首こんな巻いて、ええ格好なんですけど、で今ね、このスクラブっていうこの何ですかね、生地がすぐ乾くんですけどね、ボトボトに昨日はなったんですね。で午前中のうちにボトボトになって、でお昼は体にタオル巻きつけて吸水さして乾かしたみたいな、ね、旅行中かみたいな感じですけど、いや着替えを持ってくるというところまで頭が回りませんで、で昨日午後から雨が上がったじゃないですか。で綺麗に患者さんのお家に傘忘れました。どっかに置いてきたなとか思ったら、患者さんのとこから電話かかってきて、傘を忘れじゃないですかって言われて、あ、お宅に置いてましたかみたいな感じで、かっこ悪っ。傘忘れ率めっちゃ高いです、昔からね。なのでね、車にも常時何本か傘積んでるし、家にも傘、普段使ってないやつも含めていろいろあります。そんな置いといて、少し前にね、お話しした餃子屋さんの話、やっぱり、昨日確認できたんですよ。24時間営業の餃子の無人販売のお店でした。昨日ちょうどね、いい時間帯に通りかかったんで、看板がちゃんと見えたんですね。で無人販売か、お味どうなんでしょうね。誰か買った方いてはったら、なんかご存知な方もね、なんか皆さんまだ買ったことないっていう感じだったので、そういえばあれですか、餃子ってお家で作りはったら何、キャベツ派、白菜派とか、なんかどうですか。私は白菜派かな。昔は作ってたですけど、だいぶ昔ですけどね。いつの間に料理しない人になったんだろうって。昔はちゃんとハンバーグも作ったし、餃子も作ったし、春巻きも作るし、何でも作ってたんですけど、やっぱりね、食べる人がいないと作らないかな。私今ちょっと行けてないですけど、クリニックの近所にね、大好きな居酒屋さん、小太一さんってあるんですけど、そこのマスターが言ってました。ちゃんと食べてくれる人がいないと上手にはなられへんみたいなこと言われて。そうなんです。私ね、何でも食べる大食いなんですけど、うちのバディさん繊細です。ストライクゾーン超狭いし、で昔はね、なんか食べてくれるものを探すというのかで、昔はね、食べるもんがすごい違ってたんですね、バディさんと私とね。なのでバディさんが食べるもの、必ずしも私が好きじゃない、でも私何でも食べるので、普通に食べてたんですけど、でそのうちだんだん味って似てくるんですかね、かな。でもなんかいつの間にか作らない人になりました。懐かしい。、あとね、だからコロナ禍になってね、通販とかされるお店が増えたですね。で、
がたきです。あのお店のお店応援しようとかって言って通販めっちゃ買うみたいな。なんちゃって主婦です。今日もありがとうございました。